こちらのフードで目の周りの隙間を塞ぐことで、花粉の侵入を防ぐということです。メガネブランドのゾフが販売する花粉カットメガネは、レンズの周りを覆うフードにより、花粉を最大でおよそ95%カットできるとしています。マスクと一緒に使うことを考慮して、曇り止めレンズが使われています。新型コロナの感染につながる恐れのある目をこすることや、 飛沫を防止する機能に注目が集まり、今年に入って売り上げが前の年に比べておよそ1。8倍まで伸びたということです。ゾフは花粉のカット率を上げた新しいモデルも今日発売しました。